最低最悪の恥さらし政権ということで強烈な名前をつけてみたんですけども、こちら紹介したいと思います。4番からいきましょう。醜悪な石破氏は何を考えているのかと、ということで、アビル・ルイさんの記事ですね。首相衆院選惨敗を党の責任にすり替え、政策を争点しなかった戦略ミスの反省見られずという記事を紹介し、あくまで悪いのは他者であると強調し、党内融和には目を向けない、こんな延々と魔女狩りや打ち際を続けるような姿勢が有権者の嫌悪感を誘うことに気づかないのだろうというふうに言われています。他にもですね、萩生田氏ら党所属扱いせず自民批判懸念で異例対応という記事が出ていたり、また産経イスラル石破首相言行一致の身の処し方をという記事を紹介されていますね。はい、平井浩二さんがですね、石破総理森山幹事長は仲間を65人も殺した以上、敗軍の将の責任を逃れることはできないというふうに言われていらっしゃいます。で、自民党の方の中でですね、どんな声が上がっているかと言いますと、こちら7番お願いします。青山茂原さんのポストですけども、在職戦後最短が嫌、異例の続投以降、石破首相に青山茂原氏が直言、辞職こそ職責、民意は卑怯なやり方は許さないというふうなザクザクの記事を青山茂原さんがポストされていらっしゃいます。また8番お願いします。夕刊富士さん、石破首相は政権居座りを画策していますが、国民の政治不信は高まる一方です。高市早苗 前経済安保省や旧安倍派4人衆ら保守派の結集はあるのかと言われています。そして9番、瀬尾智子さんのポストですけども、高市早苗氏衆院議員選挙落選の側近と会食、保守系結束訴えという記事を紹介し、高市早苗前経済安保省は29日夜、都内で衆院選で落選した鈴木元総務省や石川デジタル副大臣ら側近と会食した、返り咲きに向け支援を続ける意向を示し、保守系の結束を呼びかけたということで、だんだんと石破おろしの声が上がってきているのかなというふうに思うんですけども、こちらの件長尾さん、ぜひ教えてください。まあ、石破おろしやりたいんだけれども、ざくっと言って3分の1になっちゃったんで、僕らグループがですね、で数でもうどうにも少数なんですよ。まあ、だからといってですね、内部から変えていかなきゃいけないんで、まあ、外から内部に入ってくれる人を増やすしかないですね。まあ、しばらくまた冷や飯なんでしょうな。まあ、65人、落選させてですね、総理が誰であれ普通辞任ですよ。まあ、これご本人がまだ理解されてない。でどうもね、やっぱり石破さんっていうのは党内の意見よりも自民党をあまり支援しない人たちの声ばかり気にしてる。もう残念ながらそういう状態なので、少数ではあるけれども、まあ、僕も青山さんや山田博史さん、あと小野田君さんと一緒に、僕も、まあ、今私は議員じゃないですけど、これはもう一刻も早くね、もう辞任してほしいと。そうではないと示しつかないですよ。だって誰も責任取ってないじゃないですか。小泉さんだってね、あれどう考えたって逃げたというふうにしか見えませんよ。総裁に対して、あるいは幹事長に対して、あなたも辞めなさいと言って辞任してるんだったら話は別ですけどもね。今自民党大変厳しい状態になってますけども、まあ与党、そしてまた政党の第一党ですんでね、よくも悪くも第一党でありますんで、非常に重要な局面に来ていると思います。内部で頑張ります。ありがとうございます。吉田さん、お願いします。はい、まあ、これ、選挙の当日かな、翌日なのか、10月29日の読売新聞、改めてね、読み返してるんですけど、ここにね、しっかり書いてあるわけですよ。1955年の結党以来、2番目に少ない議席にとどまった。だから、56人落ちたとか、その、マスの数字よりもですね、過半数を割ったか割らないか、そして、結党以来の、党勢の中で、どういう、まあ、彼が信を問うと、国民に信を問うと言って解散を打って、その国民の真の度合いっていうのが測られたわけですよ。これが戦後2番目に信用されない自民党総裁で内閣総理大臣様であるわけですよ。という、
国民の審判が下ったんだから、辞める以外の選択肢はないんですね。辞める以外の選択肢はないんです、この人には。だからこの人がいる限り、誰もですね、この政権に対して肯定的な反応しちゃいけないんです。以上です。はい、ありがとうございます。そしてこの石破政権については、なんか本当に醜悪なことをさらしてはるので、なんとか声を上げ続けていきたいなと思うんですが、外交の方も目を向けておきましょうか。10番お願いします。石破首相は習近平と何を話すのかということで、吉田さんがリポストされていらっしゃいます白川さんのポストです。石破首相習近平国家主席と会談へ調整、来月の APEC 時に戦略的互恵関係確認という記事を紹介し、石破首相は反トランプなのか、この時期安倍さんを新大統領と関係を築くために、安倍さんはですね、安倍さんは新大統領と関係を築くために情報を集め、打てる手を打つべく準備を重ねていたぞ。何手遅れるつもりか、何出遅れるつもりだということなんですかね。そして11番、長尾さんがリポストされていらっしゃいます高安神さんのポストです。総理になったら中国にズバッと言うと言っていた石破さん、尖閣に自衛隊を置くと石原慎太郎に約束した石破、さあ時は来た、石破を早くやれ、総理でやれるのも長くはないのだからというふうに高安神さんはおっしゃっています。ちなみにこの白川司さんのポストの後かと思うんですけども、12番お願いいたします。石破首相バイデン大統領とペルーで首脳会談へ、対面では初という記事も出てまいりまして、米国の大統領とも会談をするということなんですけども、これ10月2日にペルーで11月15から16日開かれるアジア APEC ですかね、 APEC に合わせて実施する見通しだということなんですね。バイデンさんがその時選挙で、そっか、選挙終わってもまだバイデン政権ですもんね。バイデンさんと、このようにですね、会談されるというふうな流れも、首脳会談するということも出てきておるようです。では、なんかもう不安でしかならないんですけども、長尾さん、この件いかがでしょうか。まあ、バイデン、習近平とは、社交辞令的に、電話会談でもあるいは直接会談でも APEC でね、これはもうやればいいと思います。何が決まるわけでもなく、余計なことを言わないで、いただきたいなと、思っています。でおそらく石破さんって外交経験のイメージが全くありませんね。ない、皆さんも、で党内野党がずっと長かったんでね。で私ね、今日昼間、とある閣僚経験者の方とちょっと長時間ご一緒したんですけども、その方おっしゃるにはね、石破さんってずっと党内与党だったから古い情報しか頭に入ってないんじゃないかってはっきりおっしゃってましたよ。で下手したらね、まさか自分が総理になるとも思ってなかったんじゃないかってそこまでおっしゃってましたね。こういう状態でね、外交に関われたら困るんですよ、正直言って。ですから、そういったことも含めてね、やはり一刻も早くちょっとご自身でご判断を、していただくことがご本人のためにも、国益にもかなっていくんじゃないかなと、本当に心から心配をしております。はい。はい、ありがとうございます。小野寺さんお願いします。これなんですけどね。その先ほどの話もあるんですが、石破さんが本当は辞めなきゃいけないのに辞めないと。だってそもそも自公で過半数以上という目標のはずが、それを大きく下回っていた段階でもう絶対ダメなはずなのに、いやいややるみたいな。よく今まで自分がね、党内野党でお前ら辞めろみたいなことを言ってた人が、よく自分が総理になってこんな目標も達成できなかったのに居座れるのはどういう神経してるんだろうなと思うんですが、そんな中途半端な段階での総理が外国に行く、どこ行くだとかやって、うるうるしたって、結局国民だって何やってんだろうなっていう気持ちだろうし、自民党に対する不信がどん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 国民の中に募っていく中で、やっぱりね、長尾さんのように自民党の保守で、自民党の中の保守で、どうにか自民党を立て直したいと思っている先生が乗ってる船がどん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 ね、その沈没するような、そういうことがあってはならないのに、この人たち本当にそこまでやっちゃうぐらいの勢いだぞという、そういう恐ろしさが僕にはあってですね、本当に今の自民党の執行部、石破さんなのでそうなんでしょうけど、全く世の中のことも国民の怒りも分かってないし、
責任の取り方も取れないということに対して、後から絶対とんでもない失敗返しが来るということも分かんないのかなと思うと、情けない限りです。はい、ありがとうございます。吉田さん、お願いします。そうですね。バイデンさんとね、もし会うとしても、ちょっと頭がね、ぼーっとしてきた、高齢のね、次期前大統領とね、次期前首相があってですね、何も決められないですよね。で、前、岸田さんも、退任直前にですね、中東に行くって言って、中東というか、中央アジアに行くって言って、ドタキャンかまして、日本の外交の大汚点を残した、日本の外交の信頼性を大きく損なったっていう、男がいましたけれども、この石破さんもこの、政権基盤が、こういうね、過半数割れのぐだぐだのぐじゃぐじゃですから、自分がやったことですけど、こういう状況で、外国の首相、トップに会いに行っても、誰も信用しないですし、そして本人もいきなりね、突然、党内がいっぱい造反したから、首相じゃなくなりましたときで慌てて帰んなきゃいけなくなるとかね、何が起きるか分かんないから、変なアポイントメント取らない方が、自分のためでも日本のためでもあると思うんですよ。だから、どうなるか分かんないけど、たまたまペルーでね、同じ会場に居合わせるから、時間がもしあって、自分がもし総理の地位にあったらお会いしましょうぐらいのね、控えめなアポイントにしといてくれっていうか、であるいは習近平にしてもですね、本当に会ってくれるのかなと、会って別に欲しくないですけど、適当な存在な対応されるんじゃないかなと思いますね。で、雑誌によるとですけど、週刊誌によるとですけど、彼は石破さんは北朝鮮にいたときに、まず女、女、女と言ったというふうに報じられている方で、それでは東ドイツの元のね、秘密警察にやってるとこを取られたっていうふうに週刊誌が流している方なので、よもや中国とかですね、いろんなとこ行って、そんなことは言わないでほしいなと、言わないと信じております。以上です。はい。ありがとうございます。ということで、なんと今現在4173人の方にご視聴いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日も最後まで一般公開になります。引き続きご視聴よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ということで視聴者チャット対話コーナー、ありがとうございます。視聴者さんからチャット質問を受け付けます。ピックアップして長尾さん、野寺さん、吉田さんが回答します。チャット投稿お待ちしております。ただし全てのチャット質問にはお答えできませんのでご了承ください。チャット質問は質問ですと最初に入れてもらえると分かりやすくて助かります。よろしくお願いいたします。こちらはメンバーレベル2限定ライブのチャットの方で受け付けておりますので皆さんよろしくお願いいたします。では質問をお待ちしている間に今週のドサ役ニュースいきたいと思います。萩生田氏妨害男の黒幕ということで19番お願いいたします。吉田さんがリポストされていらっしゃいます燃えるアジアさんのポストです。出た、問題視されていた東京24区での選挙妨害で衝撃の事実判明。萩生田氏の選挙妨害、街頭演説を妨害した男、プラカードは有田さんの事務所にあったものを借りましたと。これどうなんかなと思うんですけども、吉田さんいかがでしょうか。いや、これね、ちゃんと、公職選挙法違反じゃないかどうか、躊躇せずに警察はちゃんと取り調べしてほしいですね。ちゃんと調べてください。で、その、決壊感によっては、きちんと、法を適用していただきたいと思います。はい。ありがとうございます。中川さん、いかがでしょうか。同感ですね。この程度っていうことで、終わらせれば、こいつらまたやりますよ。それだけです。ありがとうございます。小野寺さんお願いします。本当翼の党の時のね、選挙妨害が大変だみたいなそういう騒ぎがあったのに、もう全然忘れて、野党なんか自分たちに都合のいい時にはこんなだんまりを決め込むみたいなのは絶対許されてはなりませんよ。もう本当に選挙っていうのはこの日本の民主主義の根幹にかかることなので、本当にこんなものを許していいはずがなくて、もっとマスコミも騒ぐべきだし、国民も騒ぐべきだと僕は思ってますね。ありがとうございます。チャットの方に当選取り消しをっていうふうにおっしゃってるんですけど、それぐらいなんか工作員みたいな感じで、
自民党の方がこんなことしたらもうとんでもないニュースになってたはずやし、なんかなるなる、おかしいなって本当思いますね。おかしいよね。うん、はい。そしてもう一点、立憲から怪しいニュースが出てきました。20番お願いいたします。税金が立憲から誰に使われているのかチェックすべきだという話なんですけども、吉田さんのポストです。立憲民主党の政党本部から菅野保氏の会社であるコーポレーションへ、令和2年から令和5年までの累計総額約9256万円、X 民調査で判明というまとめポストを引用し、立憲民主党は日米両国で性的暴行を起こし国外逃亡までする犯罪の加害者に寛容な政党というふうに言われていらっしゃいます。吉田さん、こちらの件お願いします。はい、この菅野保つという人ですね、という男はアメリカでも性的暴行を起こして出頭しないで日本に逃亡してきて、で日本でも性的暴行事件を起こして、で裁判を起こされて、損害賠償も払ってるのかな、慰謝料かなんか払ってるのかな、とにかく世界中どこに行っても性的暴行を起こす男に立憲民主党は1億円近くをですね払うっていうですね、まあ日本人も1億3000万人もいていろんな会社があるので、そういうことをしない人にね、そういう1億円という金額の、まあ、事業、なんだろう、ビデオの動画作ったり何とかっていうことのようですけれども、そういうことは発注すればいいのに、どうしてもね、党の方針として性的暴行を応援したいんでしょうかね、立憲民主党は。もうヘドが出ます。以上です。ありがとうございます。うねらさん、お願いします。いや、本当にこういう問題のある人に、こういうお金が出てると。まあね、色はついてないかもしれないけど、政党交付金がね、交付されてる、この国政政党ですよ。それ、まあね、1億円、いろいろ色がついてなくたとしたって、もしかしたらね、税金だっていうふうに考えたら、これとんでもないことだぞと。で、本当にね、まあ政党としてしっかりそういう仕事を出すんだとしたら、まあそういうことが必要だとしてもね、ちゃんとしたところに出せと。で、この人他にもいろいろ問題を起こしていて、まあ、本当にどうなのかっていうようなところに、まあね、お金を落とすような政党だとしたら、国民のことも考えていなければ、活動家でね、ちょっと使えるみたいな犯罪を犯したっていいやと。女性の差別なんか全然関係ないんだみたいな、そういうところにお金を落とす、そういう政党なんだ。それが本質なんだということを皆さんね、立憲民主党を見て覚えていただきたいなと思いますね。一言ね、追加で申し上げたいんですけど、まあ私、東京27区、中野区と、杉並区東部の選挙区の、人間なんですけど、まあここはね、立憲民主党の長妻昭という男が、長く立憲民主党で当選をしてきて、今、代表代行かなんかやってるのかな。だから長妻昭氏もですね、この菅野保っていう人とはきっと、よく知り合いで、この性的暴行、日米で起こしていることもよく知っていて、その上で性的暴行をする人に1億円を払うことをきっと了承してるんでしょう。そういう政党で、そういう議員なんですよ。以上です。ありがとうございます。中尾さん、お願いします。まあ、さっきもお話出てたように、同じことを自民党がやればマスコミから袋叩きになると、野党は袋叩きにならない、まあ、そういう時代ですね。でまた立憲民主党に投票する有権者の方がいらっしゃるので、もうこれは一つの、まあ、認めたくないですけど、まあ、こういう民意があるというもう現状ですね。なんとか盛り返していきたいなと思います。でちょっとね、正確に言うと立憲民主党から菅野保氏の関係団体に支払われているのは、多分これは政党助成金ではないと思います。政党助成金というのは、政党助成金というのは使途が決められているので、政党支部以外には振り込みができないので、多分まあ立憲民主党が、まあ、いわゆる自ら集めた寄付金等々、あるいは国会議員や地方議員から集めた、まあ、いわゆる寄付金ですね、まあ、そこからのお金ではないかなと思います。政党助成金はこれ相当使途が限定されているので、政党支部以外には支払いができませんので、まあ、そこだけちょっと
定させていただいた方がいいかなと思いました。はい、ありがとうございます。税金ではないということですかね、そしたら。いやいや、もう僕もそれも分かっていて言ったんですけれどもね、うん、実際には政党交付金が支給されているそういう政党なので、まあ、それにね、必要だったらそれをお金を集めたというのも分かるまでも、結局はお金には色がついていないので一つにプールしてしまっている中でね、まあ、人がしっかりと決められているとは分かるまでも、まあ、そういうふうに見られてもおかしくないよねっていう話を、政党交付金は党の政策の広報に使っていいはずですけど。いや、あのね、ただ、首都は決められてるんですよ。勘定も、あと、首都報告書っつって、政党交付金は収支報告書とそれ以外に、やられてるものがあるんで、そこら辺は僕ちょっとあんまり詳しくないので、僕はちょっと後で調べ直しますけど、政党交付金も多分使ってるんじゃないかと思いますけどね、はい、うん、まあね、いろんな物議、まあ、いずれにしてもね、まあ、そういう疑義も生まれてきちゃうような、はい、ね、国政政党なのでこれどうなのかなっていう思いは本当にありますね、うん、すね、はい、ありがとうございます。ということでここで質問をいただいておりますので質問を、はい、させていただきたいと思います。さらさくらひらひらさん、メンバー2年の方で質問ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。質問です。国会は無礼な国連を抜けることは考えてないのですか、頭に来ていますということなんですけども、こちら長尾さんいかがでしょうか。考えてる人もいますよね、ただ考えてない人のが多いので何ともならないっていう、もう本当じくじたる思いですね、国連なんていうのはもう世界各国の左派集団の、クラブ活動みたいなところがありますんでね、僕はもう一刻も早く脱退してもいいと思ってます、山本さんの肌感覚でどのぐらい抜けた方がいいって思ってらっしゃる方いそうですか。まあ、90% 以上抜けなくていいんじゃないかっていう例えば抜けるなんてこと国会のど真ん中で叫んだら、ああ、あいつ極者だなって言われて終わりかもしれませんけれども、まあ言い続けないとね、なるほどですね。ありがとうございます。吉田さんいかがでしょうか。はい、今一番問題視されているのは、まあ、この間ですね、国連の方のですね、女子差別撤廃委員会の、まあ、日本に対するね、内政干渉としか言いようのない、まあ、男系男子はなんか理念がにたがうみたいなわけのわかんない勧告が問題になっていると思うんですけども、これは国連本体ではないんですね。女子差別撤廃条約という条約に日本は批准をしていて、その条約の要請で、このろくでもない委員会っていうのが、国連の外部の知ったかぶりおじさんおばさんたちを委員に任命して、その人たちによる、自主的な活動を、国連がオーソライズしたものが、勝手な勧告を、勧告というのはただのレコメンデーションですけどね、これを出しているというもの、なので国連本体の加盟脱退という話じゃなくて、この条約からの脱退をする、あるいはこの条約に伴う拠出金を拒否するとかですね、部分的な離脱をすればいいというふうに、思います。まあ、WHO とかいろんな関連の国連機関があるんですけど、国連本体から抜けるっていうのはなかなかね、最後の最後まで慎重にするべきなんですけど、まあ、国連の名を借りたろくでもないもんがうろうろうろなので、そういうのはスパ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 スまず金を止める、ここからですね、始めるべきだと思います。ありがとうございます。小野寺さんお願いします。本当に日本は世界で、まあ、2番目のお金、まあ、最近は中国が多いとか言って3番目のお金を払っているという、とんでもない巨額のお金を国連に払い続けていながら、まだ敵国条項を外してもらえていないというとんでもない状況にあって、さらに皇室全般にまでね、引き出してきて、で、なぜか女性の議員を増やすべきで、その供託金は減額しろみたいな、もう何を言ってるんだと、内政干渉以上に、その日本の国体に関わることをね、こんな平気で言ってくるような国連というものは、
どうなんだということで、まあ今、まあ、官房長官とかもね、談話を出したけれども、そんな問題じゃ済まないだろうということで、まあ自民党だったらね、政権与党としてしっかりわーっと騒いでもらいたいのに、騒いでくれないというね、そういう思いが国民の中にはあると思うんです。なので、もっとしっかりと、そういう今の、その、さら、ひらひら、桜ひらひらさんの言っているように、まあ、怒りを持っている人たちもいるので、しっかり対応してもらいたいと思うことと、僕も国連に行って、人種差別撤廃の委員会の方でスピーチをしたことがあるんですけれども、これですね、ほとんどが、99% ぐらいが、反日左翼の人たちがロビー活動をやってると。で、我々がちょっと言ったら、まあ、ほぼほぼ、もうアウェーなんだという中で、日本政府がこのロビー活動をずっと放置していて、本当に正しい歴史だとか、そういう日本の状況というものを、しっかり国として国連で伝えようとしてこなかったという問題もあるので、もう本当に現在に立ち返って、とんでもないロビー活動をしてる奴がいる。さっきの上村もそうですけど、とんでもないロビー活動をしてる奴に、まあ、本当にカウンターとして全然違うね、正しい歴史を、正しい認識を発信するようなことも、国として僕はしっかりやるべきだということで、まあね、遅いかもしれませんけど、早くやれっていう気持ちは本当にありますね。本当そうですね。はい。ありがとうございます。ということで、時間が来てしまいました。最後、告知をお願いしたいと思います。中尾さん、11月17日と24日と30日の件、告知をお願いいたします。はい。11月17日、沖縄、24日、金沢、そして、30日、大阪で、トークライブ的なものをやります。あと、今日サムネ用意してないんですけど、12月の15日、浜松で、トークライブやることも決まりましたので、また、おいおい、告知させていただきます。皆さんにお会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。小野寺さん、告知ございますでしょうか。全然燃え尽きて何もありません。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。それでは、吉田さん、11月10日の告知お願いします。はい、じゃあ短く、サムネ入れますかね。中野の、産業振興センターっていうですね、中野駅南口から徒歩5分ぐらいのところで、11月10日、昼から夕方にかけて、大和心祭りという、まあ、民間のイベントで私も参加をします。まあ、日本の神話とか歴史とかを大切に、しましょう。それが政治につながりますという、話で、今回は、アフリカの神話と歴史の、関係とかですね、を含めて、日本を国際的な視野から見ていただくということで、東郷という国のですね、大使からもちろん日本語ですがお話を伺います。はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。ということで最後こちらから告知です。ぜひ長尾さんと吉田さんへ個人献金ご寄付応援をお願いいたします。小野寺さんも個人献金集めてらっしゃるんですかね。全然集めてません。かしこまりました。はい、ありがとうございます。そしてまた今だからこそ長尾さん経営の自民党へ入党応援をお願いいたします。長尾さんあれですよね、自民党からのこう応援金がなかったんですよね。ないっていう通知をもらいました。そうですよね。皆さんぜひ団体献金も受け入れるようになったみたいなんで、長尾さんぜひ皆さん団体の個人献金、いやもう資金計画大崩れでね、もう昨日も秘書たちと大騒ぎしてしまいました。もう本当にですよね。はい、頑張りますよ。はい、頑張ってください。ぜひ皆さん、長尾さん献金をお願いいたします。はい、そして、長尾さんの YouTube チャンネルとニコニコチャンネル、小野寺さんの YouTube チャンネルの登録をお願いいたします。そして、無料メルマガと有料メルマガの長尾さんのメルマガの件、概要欄から登録をお願いいたします。最後、長尾さん、一言お願いいたします。はい、まあ、衆議院選挙終わってですね、まあ、とにかく11月の、その特別国会、11日、この主犯指名がどうなるのかっていうところね、もう瞬間瞬間もう大きな節目ですんでね、一緒に注目していきましょう。うん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで本日もこれで長尾隆フライデーライブ終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。